はいどうも、ノベルヨタげラリーでございます。今日も早速やっていきたいと思います。ということでですね、今回やっていくのなんですけども、結構僕がですね、お夫婦の水彩毛筆36色セットを使って絵を描いてるんですけども、ね、もしね、まだ見てないよって方はですね、よかったら概要欄にリンク貼っておくので、そちらも見ていただけると嬉しいです。ですがね、今回の動画を先に見た方が、よりその水彩毛筆36色セットの動画っていうのが楽しくなるかなと思います。 今回はですね、何をするかというと、水彩毛筆36色セットを使った塗り方っていうものを教えていこうかなと思います。その塗り方の10選っていうことで、今回は10個の塗り方をですね、僕なりにですね、皆さんに分かりやすく教えていければなと思います。ぜひですね、一つでも、あ、これいいなと思ったものはですね、自分のね、知識として入れていただければなと思います。今日の動画でね、皆さんと一緒にどん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 画力っていうか、自分のね、アートの世界 を広げていきましょうではね早速始めていきたいと思いますけども水彩毛質36色セットの塗り方10選ということで皆さんどんな世界が待ってるか僕にもわからないそして皆さんにもわからないだから一緒に確かめていきましょうでは皆さんまた後ではいということでね早速始めていきたいと思うんですけども今回ねこの紙っていうものはお夫婦のその水彩毛質36色セットの中に入っている水彩紙パッドっていうものを使っておりますこの中に一つずつ ですね塗り方ってていいいうものを説明していければなと思いますまずね、もう早速始めていくんですけども、一つ目はですね、もう誰もが絵を描くときにですね、初めに通る道と言ってもいいかもしれません。ベタ塗りっていうものを教えていこうかなと思います。まあ、教えるっていうか、もうね、皆さんもですね、絵を描いてるときに初めにやってることなんですけども、一つね、まあ、ペンをね、使うんですけども、今回ね、適当にね、今はね、自分で撮ったオレンジを使っていこうかなと思います。ベタ塗りはですね、もう本当にベターって塗るだけ なんですよもう何も水もつけない。まあ水彩紙っていうことで、まあ水をね、つけてね、やるっていうのがですね、まあ水彩画の特徴でもあると思うんですけども、ベタ塗りっていうものはですね、別に何もつけなくてもいいと思います。まあね、ベタ塗りなので、もうベターって塗っていただく、もうその名の通りなんですよ。これがですね、ベタ塗りって言われるやり方でございます。ね、このような形でですね、結構ね、このお夫婦の水彩毛筆はですね、濃ゆい色が出るんだよね。そう。なので、水で薄めていただくっていうのがね、いいの かもしれないですねまあ、ベタ塗りなのでこのね濃ゆさっていうのがですね僕のねまあ、チャンネルではですね結構濃ゆいままよくベタ塗りをね使ってですねアートをね楽しんでいるんですけどもベタ塗りだけでもですねめちゃくちゃアートの世界は広がるのでぜひですねもう絵を描くときはねやっぱ難しいとかその色を薄めないとやり方が難しいなとか思うかもしれないけどもベタ塗りだけでも最高に楽しめるのでぜひやってみてくださいまずね1ベタ塗りはこのような形で終わりますそしてですね早速2番に行くんですけど けどもも次ががおお夫婦ののの水水彩毛筆中にですすね1つ水ペンっってていうものが入っておりますこのような形でですね、水が入った筆なんですけども、こちらを次は使っていきたいと思います。まあね、水彩画といえば、まあ、色をね、水で薄めていくっていうやり方だと思うんですけども、先にね、このオレンジのペンで塗っていきますと。このような感じで塗っていくとですね、次に、このね、水ペンって言われるもので薄めていきます。これね、どうやって水出すかっていうとですね、ここにプッシュって書いて いるのでここを押していただければです、ね、めちゃめちゃ水出てきますほら水出てくるでしょこういう感じでねこれを薄めていく これがですね、まあ水彩画の特徴でもあると思うので、ぜひですね、皆さんもね、真似していただけるといいのかなと思います。僕もですね、お夫婦さんからですね、ご提供していただくまではですね、僕も人生において水彩画をやったことがなかったんですけども、本当にね、素晴らしい機会をね、与えていただきましたね。このような形で、ベタ塗りに比べて水を使うので、めちゃめちゃ薄くなります。こういう感じでですね、まあこれどういう時に使うかって言ったら、そのね、影の濃淡であったり、だんだん光が当たるから薄くなるみたいな感じでですね、色の強弱 を使っていただければいいのかなと思いますそして一つポイントなのはこの水ペン使うときなんですけどこれ今オレンジで使ったから先っぽがオレンジっぽいんですけどもこれねあのね違う色使うとちょっと混ざっちゃうのでぜひですね水とかで洗っていただくかこれプッシュして水をね出していただくとですねまた綺麗になるのでそうしていただけるといいかなと思いますはいじゃあね次なんですけども次はですねこの2番でやったペンの後に水ペンを使いましたよねそれと逆で水ペンを使った後にペンで ね、塗っていくってていいくうやりり方になりますどんな感じになるかというと、まずね、水、もう普通に出していきます。これね、分かりやすくするためにめちゃめちゃ水使いますけども、先にこういう風に塗っておくんですよ。そして、その後にオレンジのペンを使っていきます。そうなると、こういう感じで、どんどん広がるの分かりますなんかね、見にくいかもしれないけども、全体的にふわーって外側に広がっていくんだよね。まあこれ塗っていただくっていうのがですね、まあ第一段階かな。塗っていただくのが、このね、 3番で言う紙にね、水を塗ってから筆ペンでやっていくやり方になります。こうするとですね、この1個目と比べるとより薄くなるのかなと思います。別にね、こうやってチョーンってしただけでフワーって広がるじゃないですか。それをね、使ったアートとかもできると思うので、ぜひね、そこはですね、臨機応変にやっていただければいいのかなと思います。同じね、やり方なんだけども、逆にするだけでこんなにも色のね、濃さがね、違うんですよね。そう、多分水の量によって変わってくるんだなっていうのを正直思います。 こういう感じでね、3番目終わります。そして次がですね、これはですね、まあ僕もやるやり方なんですけども、よくね、あのー、水彩画とか水出しすぎて間違っちゃったとかあるんですよ。なので、ね、最初はね、この2番と同じように、まず塗っていきます。ちょっとこれ水ついちゃってオレンジがね、薄くなってるんですけども、ずっとね、出しとけばインクがね、出てくるので、ぜひね、そうしていただければいいかなと思います。こうやって出すじゃないですか。 そして、水をこうやって使うじゃないですか。ここまでは、さっきと同じですよね。そしたら、このね、ティッシュでね、うわ、間違っちゃったとかいうときに、こうやってパン、パン、パンってすると、また違うような模様になるんですよ。 見てください、これ。こういう感じで、またね、ちょっとピンクがかりましたよね。そう、全然違う色になるんだよ。そう、ティッシュでこうやってやると、結構ね、薄い色になるのかなっていうのを正直思いますね。結構ね、このティッシュのやり方はいろんなところで使えるので、このね、水彩毛質以外でもぜひ使っていただければなと思います。そして次なんですけども、5番目ですね。まあ、まずオレンジで塗ります。塗ったらですね、指でこする。 こうやって指でこするっていうのもですね、新たな塗り方の一つだと思います。このね、指でこするっていうのはですね、僕的にはクレヨンとかでやるやり方なのかなって正直思います。でもこういう形でですね、オレンジを使っていく、指でこするだけでも、また違った感じになりますよね。こういう感じでさ、何個もこうやってやると、ちょっとね、髪がボロボロになってる。 けども、まああんまね水彩画でやる人はいないのかもしれないですが、こういうのもね一つの表現方法なのかなと思います。そしてですね、次6番目なんですけども、水を吸わせてから塗る方法なんですけども、このように水ペンがありますよね。そこにですね、このオレンジを直接ペンにつけていく。 これがですね、また一つのね、やり方なのかなって思います。まあね、こういう風に塗っていただいて、グラデーションを作ることができるんだよね。まあ、どういう感じになるかって言ったらやってみますよ。いきます。ちょっとこう横にしようか。こうやってやると、だんだんね、薄くなるんだよね。 そう、わかるかなこれ本当に薄いんだけども、こっちに行くにつれてちょっと薄くなるっていうのわかりますかこのね、最初こうやって濃ゆいけども、どん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 ね、一色でもグラデーションを簡単に作ることができるのかなって思います。同じオレンジにしてもですね、全然色の付き方が違うよね。これはですね、僕も今ね、結構ね、びっくりしました。多分、インクがね、あんまもう出てきてないっていうのもあるんですけども、結構ね、こういう形になります。そしてですね、次がなんですけども、今ね、一色でグラデーション みたいな形になりましたけども、次がですね、2色、ペン先をくっつけます。こうやってくっつけていただいてですね、塗る方法っていうのがあります。どんな感じになるかというと、出るかなそう、もともとね、こういう色だと思うかもしれないけども、最初にね、今つけた場所、わかりますかねここの先っぽにつけたと思うんですけど、そこはですね、ここのね、最初つけた色が出てくるんですが、その後はだん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 、こっちの色になっていくんだよね。 そう、これが一番結構グラデーションつけやすいのかなって思います。だんだんね、グラデーションしていって、下になるにつれてね、どん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 明るい色になっていくっていうのがね、いいのかなって思います。ま、あこんな感じでやると、さっきのね、ベタ塗りとはまた違う色になりましたよね。ベタ塗りよりもちょっと明るめの色っていうか、夕日っぽさが増したのかなって正直思います。じゃあ次なんですけども、 色を重ねるっていう方法なんですが、まずね、オレンジを超えてやります。これがですね、あの、重ね塗りなんですが、これがね、まず乾いてしまわないとできないので、まずね、やっていきます。乾くまでお待ちください。ちょっとね、丸くしようと思ったんだけど、全部塗っちゃいますね。ちょっと一回全部塗っちゃって、このような形で乾くのを待ちたいと思います。はい、じゃあね、結構乾いてきたので、色をね、まあ、水彩画っていうのはね、あの、重ね塗りっていうのもできて、重ねた部分、 部分がね色が変わるんですよねこれねあのポスカでもね重ね塗りっていうのができるんだけどもポスカは乾いても色が混ざることはないのでこれはね水彩毛筆、まあ、水彩画の特徴の一つなのかなって思いますちょっとねオレンジ色の上にこのねブルーをですね混ぜてみたいと思います 見てください。まあ、ブルーがですね、もともとこういう色なんだよね。それが重ね塗りすることによってですね、ちょっと濃ゆい緑になったの分かりますかねこれはね、もう誰もが分かる色だと思うんですけども、こういう風にですね、3色が生まれるんだよね。2色を混ぜることによって、さらに3色生まれてくると。これがですね、結構水彩画の特徴の一つなのかなって僕は正直思っております。ちょっと乾かない状態で塗ってみると、ちょっとピンクやってみますよ。 ピンクでやるとね、そんな変わんないんだよね。ちょっと濃くなるかなって感じで、こういう風に。あ これね、めちゃめちゃすごいね、わかりやすいかもしれない。グラデーションがめちゃめちゃ出ましたね。ほら、見てください。このね、今、ブルーの上にピンクを重ねて塗ってみたんです。先ほどは乾いてから塗ってみたんですけども、乾く前にすると、このような形でですね、めちゃめちゃグラデーションが綺麗に出ましたね。これいい例かもしれないですね。そう、こういう感じでグラデーションが出るので、もしね、乾かない状態でやれば、めちゃめちゃ綺麗にちょっと海っぽくなりましたね。これさっきよりもこっちの方がいいかもしれない。ぜひね、皆さんもね、やってみていただ いいいいただけるとといいかなと思いますそしてですね、次、もうね、あと二つになったんですけども、次がですね、パレットの上に出して塗るやり方なんですよね。これをすることによって、色の調節ができるかなと思います。まあね、やってみるんですけども、こういう形でですね、もうダイソーのね、クリップみたいなのが入ってた上でちょっとやりたいと思います。パレットね、あの、あるんですけども、まあ出すのがめんどくさかったっていうことで、こういう感じでね、パレットに出すと、まあ弾いてくれますよね。こういう感じで出たら、水ペンを使っていきます。先ほどはこの のね、ベタ塗りでした状態、こちらのような感じだけども、水で自分でこうやってね、好きな色に調節できるんだよね。そうすることによって、先ほどとはね、色の調節ができなかったんですけども、こちらのね、今ね、紹介するやり方は、色の調節を自分ですることができます。ちょっとね、塗ってみたいと思います。 見てください。先ほどに比べてですね、結構薄いの分かりますかねこのような形で薄くなったんですよ。自分でね、これはね、色を調節できるし、さらにですね、またね、濃くしたければ、継ぎ足してやっていただければいいかなと思います。結構綺麗な色が出ましたね。 これはね、いいなと思いますね。こういう感じでできます。そしてですね、最後は、これ今一色でやりましたけども、次はパレットの上でですね、混ぜるっていうやり方なんですけども、もう一度オレンジをね、こうやって出します。そしてオレンジ出したら、ちょっとね、青をやっていきたいと思います。このような形で青を出す。そして、 このパレットの上で、皆さんはね、ちゃんとしたパレットでやってくださいね。僕はね、パレット出すのがめんどくさかっただけなので。で、オレンジと青を混ぜてあげる。そうすると、パレットの上で自分の好きな色にできるんだよね。これね、緑がかかりましたけども、さっきのこの緑覚えててくださいね。そして、これをね、今から塗ります。塗っていくとどんな色が出るかというと、こういう感じでですね、 結構薄い色が出るんだよね。このね、めちゃめちゃ濃ゆいじゃないですか。これ正直水彩ペンっていうか、水彩のね、ペンで塗った感じはするんだけども、またね、違うよね。こっちの方がザ、水彩画って感じじゃないですか。このね、緑はですね、まあ混ぜることによって作り出せる色だと思うので、ぜひですね、このやり方もですね、真似していただけるといいのかなと思います。今ね、このね、10個のやり方をやりましたけども、皆さんにお見せした色は3つだけなんだよね。このオレンジと、そしてブルーと、ピンクの色。 三つだけを使っても、こんだけね、色の幅が出るんだっていうのをね、正直ね、僕はびっくりしておりますけども、皆さんもですね、ここにある十個のやり方、一つでもね、いいので、ぜひですね、その一つだけを極めてアートをやる、絵を描くっていうのもありだと正直僕は思います。基本僕もですね、このベタ塗りっていうやり方がですね、まあ基本ね、めちゃめちゃ可愛くなるんだよね。このベタって塗るのが。なので、ベタ塗りを使いますけども、いろんなところでね、こういうグラデーションとかも使っているので、ぜひですね、皆さんも、 何かしら真似できそうだなと思ったらやってみていただけると嬉しいなと思います。今回はね、このような形で水彩毛筆36色セットの色の塗り方10選っていうことでこのような形で皆さんと楽しんできましたけどもまたですね、いろんな塗り方っていうのもやっていければなと思います。僕がどういう風に考えて色を塗ってるかとかもね、教えていければなと思いますのでこれからもですね、皆さんと一緒にアートの世界を広げていければなと思います。ということで今日はこの辺で終わりたいと思いますけども皆さんとまた 明日以降ののアートの世界でいいしたいと思います明日はどんなアートになるのか僕にもわからないそして皆さんにもわからないだから一緒に確かめていきましょうでは皆さんまた明日もうだんだん寒くなってきたので皆さん風邪ひかないようにしてくださいでは皆さんまた明日元気な姿で会いましょうバイバイセンキュー